和47年全日本プロレスが東京町田市体育館で旗揚げをした時、小橋健太はまだわんぱく盛りの5歳の少年でした。少年野球でキャッチャーを務め、スポーツ万能だったその当時、自らの肉体一つで生きていくプロレス界に身を投じる将来を知る由もありません。しかし味噌地で迎えた今日の大一番は、まさに30にして頂点に立つ最大のチャンスでもあります。今日このリングを去る時には、進むべき一つの道が見えるはずであります。日本武道館の場内は小橋健太の入場を待ちます。今から10年前、安定したサラリーマン生活を捨てた全日本プロレスの門を叩いて、一人の青年が今宵この時プロレス界の頂点に立たんとしております。さあ、ゆっくりと歩を進めました小橋健太。戦いの舞台へ一歩二歩とそのステップを踏んでまいりました。戦いの殿堂、日本武道館のリング、今ジャンピングリングイン。押しも押された大エース三沢光晴がデビューしたのは16年前の昭和56年8月。その後虎の仮面を捨ててジャンボ鶴田に勝利を収めた平成2年が三沢光晴第2章のスタートならば、まさに今日はエースの座を確立する第3章幕開けの記念日になるはずであります。通算防衛回数16回、3度目の体感となった今回はすでに5回の防衛に成功しております。長世代軍の騎士は全日本プロレスの旗頭、全日本プロレス25周年の歴史と伝統を小橋健太というフィルターを通して見せてくれるはずであります。さあ、チャンピオン三沢光晴リングインです。三冠ヘビー級選手権試合です。チャンピオンの三沢の右手には3本の束ねられたベルトが光っております。今日が6度目の防衛戦となりました。そして三沢自身初となる1シリーズ2回目の防衛戦に挑みます。旗揚げ25周年記念97ジャイアントシリーズ最終日本武道館大会です。青コーナー佇んでいるのは小橋、そしてこちら側背を向けているのがチャンピオンの三沢光晴です。今その三沢の手から3本のチャンピオンベルトが一旦本部席に返されます。金色に輝くその3本のベルト、果たして試合終了後に腰に巻くのは三沢か小橋か。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分日本勝負を行います。ラウンドな挑戦者270ポンド小橋、三冠を三沢を時代を取るか小橋健太。エースとはチャンピオンとは25周年とは何かを全て見せます。三沢光晴です。さばくレフリーは和田恭平です。緑色そしてオレンジ色の紙テープがこのリング内に投げ込まれました。試合前この両者お互いに非常に落ち着いた表情を見せておりました。25周年記念ジャイアントシリーズ最終戦、この2人が25周年の全日本プロレスを見せます。今ゴングが高らかに打ち鳴らされました。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負、画面左側チャンピオン三沢光晴、今宵6度目の防衛戦、そしてオレンジのショート対小橋健太、三沢を制して再びチャンピオンの座に突くことができるんでありましょうか。場内三沢コール、小橋コールは五分に分かれております。ゆっくりと距離を詰めてまいります。間合いを取っているチャレンジャー小橋、組み合ったチャンピオン三沢、押し込んでいったのがチャレンジャーの小橋です。返していった三沢、牽制するところ、ここはクリーンにブレイクします。放送の解説はジャイアント馬場さんです。25周年を記念する意味での三冠タイトルマッチ、これ以上はないカードが組まれましたね。そうですね、まあね、あの試合内容的に見てね、やっぱり川田三沢戦、小橋三沢戦っていうのがやっぱりこの最近では一番いい試合になっていると思うんですね。ですからそういう点では今日の試合は
あの25周年にふさわしいと思いますね。そうですね。ローリングソバットで三沢を場外に落としましたが、小橋がすぐさま三沢をリングに戻します。さあ三沢がロープに振ってドロップキックは、これは待った。さあ自らロープに飛んだ小橋、スピンキック取って後ろ投げていった、足を抱えてバックドロップ。まずはチャレンジャー小橋が仕掛ける。さあさあ投げていった、投げっぱなし、投げっぱなし、脳天から押した三沢、いきなり仕掛けました小橋、首にダメージの残っている三沢、肩口の当たりを抑えます。三冠選手権試合60分一本勝負、チャレンジャー小橋がまさに挑戦者らしい積極果敢な攻撃を仕掛けてまいりました。共に体調という面では必ずしも万全ではありません。しかしそのあたりは三沢小橋のプライドが許しません。今日は全力ファイト、すべての力を出して三冠選手権試合25周年にふさわしい試合を見せてくれることでありましょう。場外抱え上げて、抱え上げて、あっと返した村上から、フォアボールを村上で返した三沢、そしてエルボー、小橋が崩れ落ちます。そうです、1月20日の大阪大会での三冠戦ではエプロンでこういう攻防が見られました。積極果敢な攻撃の小橋、三沢の素晴らしいところはここなんですよね。相手のこうやったなと思ったんだけど、やっぱりスッと逃げられちゃったというね、これがね、その スラッと逃げるところがこの三沢のねいいところ、強さですよね。そう返された時の相手はやはり予想以上のダメージになりますしね、精神的にも。三沢が小橋をロープに振って自らも飛んでフライングのラリアット巻きついた、ジャンプ一番華麗に舞った三沢のダイビングラリアット、カバーに入った。今年に入って三沢と小橋すでに3回のシングルマッチを行っています。1月20日の大阪大会では当時チャンピオンの小橋にチャレンジャー三沢が勝っています。そしてチャンピオンカーニバル3月28日の長岡大会で今度は小橋が三沢ラリアットで三沢戦初めての勝利を挙げました。そしてそのチャンピオンカーニバル優勝決定巴戦では30分時間切れの引き分け、今年に入った3試合は両者1勝1敗1引き分けです。小橋の三沢戦で見ますと、その1月20日に負けた時点では7戦全敗だったんですが、その後1勝1引き分け、もうこの両者の力は互角と見ていいですね。もうとにかくね、大阪のでね、その小橋はいい試合をたくさんやってるんですよね。それがね、はい、自信につながってると思うんです。その試合は1月という今年が始まったばかりの試合だったんですが、もうその当時から今年のベストバウトはこの試合で決まりという呼び声も高い、非常に素晴らしい試合でした。しかし今日の試合はそれをもう上回る非常に期待の高い試合になっています。三冠チャンピオン三沢光晴が今宵は6度目の防衛戦です。逆水平とエルボーの応酬です。試合前チャンピオンの三沢はこう話しています。俺と小橋の試合だったらファンの皆さんの期待の高さが分かる、そしてそれに応える試合をしなければならないと話しています。一方のチャレンジャーの小橋、このところの星取りを見ますと非常にいいものがあるんですが、あくまでも三沢というのは高い壁、三冠チャンピオン、エース、この全日本プロレスを引っ張っている三沢を超えないことにはこの小橋の将来というものがありません。おっと、エースクラッシャーのような要領で小橋の顎を砕きました。三沢カバーに入って2カウント。第17代のチャンピオンが三沢光晴、そしてその前のチャンピオンがオレンジのショートタイツの小橋健太。小橋は去年の7月24日ここ日本武道館で田植えを破り、自身4度目の挑戦でチャンピオンに輝いています。さあ戻ってくるところダイビングのエルボー、しかし今年の1月20日大阪大会でこの三沢にベルトを奪われた格好になりました。小橋を場外に落とした、リング中央を佇んでいる三沢、さあ自らロープに飛んで、さあ来るのなんだ、エルボー推進だ、本部席前三沢がここ一番で見せるエルボー推進だ、ぐさりと小橋の喉元を捉えました。立ち上がりは小橋がペースをつかみました。しかし今の試合の流れはやはりチャンピオン三沢、左の方のあたり、首筋のあたりを抑えています。チャレンジャーの小橋健太です。
ここまで9試合三沢戦をこなして1勝7敗1引き分け。しかしもうその星取りは今の小橋には考える必要はないものとなってまいりました。力はもう互角です。エルボースイシーダーを食らった小橋リングの中に戻されます。さあそうですね、過去の成績なんてもう全然小橋にしてみれば関係ないですよ、ダイビングのドロップキック、両足が綺麗に揃っています。ですから馬場さん、この小橋はもう三沢戦ということで気遅れする必要はないですね。そうですね、まあ、ないと思うんですがね、ダイビングのドロップキックから三沢がフェースロックの体勢、リングの中央ですがちょっと体勢はまだ不十分か。苦悶の表情を浮かべている小橋、立ち上がりはペースを握った小橋ではありますが、やはりこの辺りは百戦錬磨のチャンピオン、エルボースイシーダーでしっかりと試合の流れを引き寄せています。体勢を変えてのフェースロックです。今度は右の腕が小橋の右の頬骨のあたりをしっかりと捉えています。チャンピオンの三沢は1月20日大阪で小橋を破って17代のチャンピオンにつきました。その後ウィリアムス、川田、田上、秋山、そして今シリーズ10月11日福岡大会でもう一度ウィリアムスの挑戦を退け、ここまで5回の防衛に成功しています。今回が3回目の体感となっている三沢、通算の防衛回数はすでに16回を数えています。小刻みにエルボーを打っていく三沢、10発は打ったでしょうか。小橋が倒れます。エプロンサイドでここは間を取ります小橋健太。三冠ヘビー級選手権試合です。全日本プロレス旗揚げ25周年記念のメインイベントです。さあ危ない、この体勢危ないぞ、引っこ抜くか小橋、引っこ抜くか、ここは三沢が踏ん張ります。ロープにはエプロンの攻防、両者力がこもって、おっと三沢の足が上がった、危険な体勢、三沢は投げられてはいけません。グラッと腰を落とす三沢、小橋にも力が入ります。上げて、三沢は足が落ちました。あった、そしてあ後ろに回ってバックドロップ切り返して上になったのは小橋です。この辺りは目まぐるしい攻防、いやあの体勢でブレンバスターを食らってしまっては人止まりもありませんでした。この辺りもやはり三沢の運動神経でしょうね。そうですね、もうやってね、こらえてる時にどうしよう、やれたらどうしようということをもう考えてますからね。でも小橋はあくまでももう力で攻めていく方がいいと思いますね。試合展開先を読むという目ではやはりチャンピオン三沢に分がありそうです。ただ小橋にはそれをも上回る破壊力パワーがあります。三沢の場外でのバックドロップを体を浴びせて難を逃れた小橋、リングの中央、そして今三沢がゆっくりとリングに戻ります。ショルダータックル、鉄柵にぶつかりました。三沢本部席の3本のベルトが床に落ちます。さあここで小橋がニュートラルコーナーを伺っている。三沢は任せたいない。さあニュートラルコーナー、小橋が上がった、何を持ってくるんだ、場外には三沢、小橋がニュートラルコーナー飛んでダイビングボディープレス、三沢なんという攻撃を受けたことか。小橋こんな技を見せたことはありません。ニュートラルコーナートップから場外の三沢に向けてダイビングボディープレス、飛距離は十分、そして体勢も完璧でした。小橋のボディープレスです。試合の流れ、そして主導権というものがまさに目まぐるしく移っていきます。小橋にもね、やっぱりこれだけの大きい差があってね、こうやって飛ぶということはこれも小橋の強みなんですよね。そうですね、だから小橋がこういうものがどんどん出てくるとね、いいんですよね。カバーに入ってロックしていますがカウントは2です。右の太ももを痛めておりまして、今シリーズ非常に苦しい戦いが続いておりました小橋ですが、もうそんなことを言っている場合ではありません。抱え上げたリングの中央、滞空時間が長い、ブレンバスターマットがきしみました。三沢が1回ポーンとその体が浮き上がっています。25周年の記念大会メインイベントを飾るのはチャンピオンの三沢、チャレンジャーの小橋健太であります。さあ今攻撃に入っているのは小橋、キッチンシンク足をかけて川崎へ、川崎落とし、そして絡めていった、あっとこれはグラウンドの変形の万字固めのような体勢になってまいりました。
足のかける位置が若干ずれてはおりますが、グラウンドでの卍固めの体勢。今日は一つ一つの技に重みを持っていきたい、新しい技というのも考えてはいるが、それ以上に一発一発の重み、力量感というものを出していきたいと小橋は話しています。三沢という厚い壁を突破するには、やはり小橋本来の持ち前の力で勝負していくしかありません。小橋の太いその左足をなんとか三沢腕を持って今外すことができました。チャンピオンの三沢は前人未到7連続防衛というのも記録しております。今日が6度目の防衛戦、この小橋戦を超えますとその7回連続防衛をも塗り替えるという勢いがつきそうな今日のタイトルマッチです。さあ腕を掴んで手下げに、ニュートラルコーナーに振ってステップした、おっとランニングネックブリーカードロップ、さあカバーに入って2カウント。小橋の表情にもまだ落ち着きがあります。そうですね、まだ三沢にしろ小橋にしろ、まだ攻めは序の口でしょうね。序の口ですか。ダイナミックな DDT、 この日本武道館も小橋が こういう技をね、3つ4つ続けていったらいかなきゃいけないですね。あ、そういう、おっと背面からのドロップキック、セカンドロープからでした。その今日は小橋、技の一発一発の重みを求めていくという話なんですが、馬場さんの目から見てもいいですか。今の、ね、技なんかでもね、意表をつく技ですよね。あ、そうですね。あの三沢がこの後ろから飛び蹴りを受けた時に、自分の顔がマットに当たったか当たらないか、当たらないです、こういうところはやっぱ反射神経というかね。なるほど、 それがね三沢には素晴らしいところですね。小橋が今三沢のおかぶを奪うフェイスロックです。そうですね、その小橋が意表を突く攻撃を見せるかと思えば、受ける三沢の方も完全にその技を食ってしまうという体勢にはなりません。さあ小橋の太い腕、その左の腕が、こういう技の方が小橋にはいいかもしれないですね。そうですか、こういった技であるいは活路を見出していくことができるが、小橋、馬場さんの言葉にもありましたが、この両者にしてみればまだまだこの攻撃、お互いの攻撃は序の口なんでしょうか。フライングメイヤーから、さあもう一回、おっとこれはグラウンドの体勢、足を絡めての裸締めの体勢に持っていこうというところです。全日本プロレス創設の20周年記念大会のメインイベントは三沢対川田でした。三沢を話します。30周年の時のメインイベントもトップでいたいという気持ち、それを失ってはいけません。三沢は十分そのあたりを自覚しております。ウィリアムス戦が終わるまでは今日のことは何も考えなかったそうです。ここまでなるべくプロレスのことは考えないように努めて気分転換を行っていたと三沢は話しています。グラウンドでのスリーパー、あらかじめ腕を絡めてのスリーパーホールド、そして小橋の両足が三沢の胴体に巻きついています。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負、チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋健太です。三沢の足がサードロープにかかってロープブレイク、お互いにあるいは意表をつく攻撃というものがこのあと試合中盤後半にも出そうな雰囲気であります。場外にエスケープした三沢、そしてそれを追うオレンジのショートタイツ、チャレンジャーの小橋健太、バックに待った、わー、頭ない、頭ない、思わず鉄柵に捕まります三沢。ギロチン、三沢の、おっと三沢の首を鉄柵に固定したままギロチンだ。バックに待った、ハーフネルソンスープレックス、場外で見せたハーフネルソン。15分が経過しました。首にダメージの残る三沢、その三沢に対しまして場外でハーフネルソンスープレックス投げっぱなし。あー、ご覧の三沢の表情、首のあたり、そしてその首を支える肩のあたりを気にしています。三沢のこの勢いを止めるべく、小橋が場外で思い切ったラフサッポー、首根っこ掴んで三沢をリングの中に戻します。三沢は、おっと三沢がもう一回場外、あー、この辺りは先ほどの技のダメージなんでしょうか。三沢はこうやって間を取っていいんですね。そうですね、いっぺん中に入ってますからね、さあ今度は小橋が三沢、あっとまたギロチン、
三沢の首は鉄柵です。逃げ場のない三沢の首。まあこうやってね、その小橋も痛い右足で両チームも行けるんですから、ね、その痛い方も案外回復に向かってるんですね、試合前に話を聞きますと、もう右足のことは気にしている場合ではない、気にするような状態でもないと小橋は話しています。エルボーで切り返す三沢、さあ DDT 脳天が突き刺さった。1月20日に大阪で奪われたそのベルト、季節は春夏そして秋へと移りました。9ヶ月間明け渡したその三冠のベルト、さあ小橋がそのベルト、そして三沢の首を狙って攻め続けます。首の当たり手下げに、背後から三沢の首を狙っていく。三沢の髪が縮み乱れています。さあ投げてきた、三沢の首を捉えて抱え上げて、あった、村上村上、さあそのままカバーに入って、この辺りは三沢の運動神経だ。あと手下げに振り下ろした小橋健太、徹底した三沢の首への攻撃、小橋健太。さあもう一回三沢の頭を挟んで切り返せない、バーのジャックナイフで固めた、カバーカウント2。小橋の表情は冷静です。大技、荒技、危険な技を出しながらも、その目はしっかりと三沢を見据えています。力道山の意志を、馬場の死闘を、そして鶴田の成長を見守ってきた3本のベルト、文句なしの日本の主将を扱っている三沢ミサル、その三沢に完全と立ち向かうチャレンジャーの小橋健太。大技なしで試合は中盤を迎えています。ゆっくりと抱え上げて、しかし三沢エルボー、三沢のエルボー、小橋の手下げに膝をつきました。三沢チャンピオン、もう1回2連発引くか、こらえる三沢、あっと小橋も耐える、リングの中央、声援に後押しされて小橋抱え上げることができる、あっとショルダースルーで投げられた、足をつかまれてスピッキック、小橋の顔面を捉えた、三沢のかかとが小橋の顔面、頬骨のあたりを捉えています。さあ手下げにカバーしてエルボー、ローリングエルボー、大の字に倒れた小橋。さあここで状態がもう5分になった、1月20日の大阪大会ではチャレンジャーだった三沢がタイガースープレックス85、あるいはタイガードライバー91、温存していた技を見せました。あるいは今日またその技が、あるいは新しい技が出るのか。小橋をドロップキックで場外に蹴散らした。さあ先ほどはエルボースリーシーダーを見せた三沢、ここは飛ぶ力が残っているか。さあ赤コーナーのトップ、場外には小橋、さあなんだ、あーっとエルボー、エルボースリーシーダー、コーナートップからのエルボースリーシーダー、場外にバッタリ倒れます両者です。左チャンピオン三沢、右チャレンジャー小橋、超世代軍を率い、そして全日本プロレスを導き、まさに現在マット界の頂点に立っている三沢、一方の小橋はこの三沢の元から離れまして新ユニットゲットを結成、その団体の頂に立っています。もう2人はいわゆる師弟関係、兄貴分弟分という関係はすでに過ぎ去っています。四天王の一角同士、チャンピオンの三沢、チャレンジャー小橋、試合時間はすでに20分を超えています。さあ腕を取ってタイガードライバーの体勢だ、リングの中央、体勢は十分、力が凍る三沢、膝蹴り入れて、さあダブルスープレックス、タイガードライバーへのワンクッションを置きました。ニュートラルコーナー、トップロープに上がる三沢、大の字になっているリングの中、小橋ボレープレス、カバーに入った、ツーカウントで返します。今日この小橋戦を退ければ6度目の防衛に成功することになります。チャンピオンの三沢、すでにキャリアは16年、
一方の小橋が今年10年目になります。2人の対戦は三沢がタイガーマスク時代平成2年の3月6日武道館での特別試合でした。さあ抱え上げて持ち上げるか、力を込める。さあ小橋も耐える、もう一回バックに待って、さあどうするんだ、エルボー、汗がミストになって飛んだ。さあ抱え上げてタイガードライバー、なんとか左肩が上がりました。小橋旗揚げ25周年記念のメインイベントです。全日本プロレスの今後30周年に向かってのいわゆる一つの試金石となるこのカード、次の時代を引っ張るのはチャンピオンの三沢か、あるいはチャレンジャー小橋がベルトを取って新時代を築くことができるのか。まずはタイガードライバーを一発見せました三沢です。もう一回両の腕を取った、小橋がその太い足で耐えます。この大木のような小橋を引っ込むことができるか。バックに待った三沢、エルボーで返す小橋、手下げに返した、エルボーを返してバックに待った、投げっぱなし、投げっぱなし、同点、いやこれは危険な角度、ハート、スリーパー、スリーパーホールド、ランニングスリーパーホールド。さあ三沢ピンチ、三沢ピンチ、セカンドロープに逃れます。一気稼ぎ小橋、さあもう一回スリーパーホールド、膝をつきました三沢、ランニングでのスリーパーホールド、流れるような一連の攻撃はまさに三沢の首を取らんばかりの気迫がこもっております。いやこの攻めは、ね、非常にいいです。さっき三沢がこう投げられた時に首を打ってますから ね、そうですね、こうやって首を、ね、ひねって攻めるってことはいいんですね。三沢の首の状態が万全ではないことは小橋もよく分かっています。先ほどの投げっぱなしのジャーマンスープレックス、首に強い衝撃を受けたその三沢の首、スリーパーホールで締め上げていきました。小橋カバーに入った、おっとなんとか肩が上がりました。小橋の額から胸板から汗が滴り落ちます。ちょっと天井見上げるその視線に力がなくなってまいりました。三沢締め技固め技、グラウンドでの攻防で小橋が三沢のスタミナをじりじりっと奪ってまいりました。左の首筋、手下げにチョップ、膝をついた、そしてさあまたぐらに三沢の頭を突っ込んで抱え上げていくんでありましょうか。この辺りは三沢もしっかり勝負どころを見極めています。ぐっと腰を落としてなんとか耐えている。一方の小橋も力を込める、上がらない、ここが決め時だ。小橋じりじりっと三沢が下がってきた、上がった上がった、あっとニュートラルコーナー、ニュートラルコーナーのポスト、三沢の首がうなだれます。三沢の目に力がない、これは危険な衝撃だ。技の一つ一つに重みを求めた小橋、そしてこの試合終盤に入って三沢の意表を突く攻撃、三沢の視線が定まりません。これは危険な状態だ、三沢の視線が定まらない。さあ一方で小橋は完全に張った、ここは勝負決める時、さあ小橋健太ので味噌汁を迎えた小橋健太、30にして立つことができるか。ああフィナルトンスープレックス、脳天から押した三沢、もう一回、さあハーフナルトンスープレックス、さあ小橋マンゴにしてキャバー、どうだ、あーっと三沢の足がサードロープ、今ね、今三沢の体に、ね、元気が走ってますよ。そうですよね、しびれてるんですね、マットで首を打ったところでね、握った、小橋が握った、青春の握り拳、さあ日本武道館の頂点に、あっとしかし三沢が足を掴んだ、なんとかカットしています。久方ぶりに見せるそのムーンサルト、日本武道館に果たして小橋は舞うんでありましょうか。さあパワーボム、今度は高山でボディスラム、さあ舞台は整った、小橋健太握った右、さあニュートラルコーナー、ムーンサルト、カウント2、2カウント、
い、もう一回カバー、チャンピオン返します。久しぶりに三笠さんここでね、もう一遍に2辺もう上か、何もしなくていいですよ、軽さっていけばいいですよね。久しぶりに地位を待ったその小橋の体、綺麗な風船越えが来ました。さあこのブーンサルトから一気に活路を見出した三沢の体には電気が走っています。おっ、天を抜かした小橋は手下銀で迎撃、さあ握っている、掴んでいる、走り込んでドロップ使わした、もう一回エルボー胸板、しかし小橋はひるまない、ラリアットかわしていった、三沢チャンピオンがエルボー、おっと回転し、回転式のかかと落とし、チャンピオンもここ一番の技、バックに回った、バックに回った、さあこれはタイガースープレックス、タイガースープレックス85、投げっぱなしで打っていった三沢、1月20日大阪大会の再来です。首にダメージを負っている三沢、小橋がムーンサルトならば三沢はタイガースープレックス85、お互い持てる技全ての力を出し尽くしています。エルボーローリングの手下げり、ロープに飛んでどうするんだ、おっと小橋の頭、三沢の肘が迎撃です。さあちょっと小橋の攻撃の流れが止まってしまいました。ここはチャンピオン決めてかかるか、小橋が手下げに三沢の首に集中攻撃、三沢はエルボー、1月20日三沢はエルボーで決めています。ロープに飛んだ、おっとラリアットの体勢をエルボー、おっとローリング、ローリング背面エルボー、立っているのが不思議なくらいです。すでに25分が経過しています。チャンピオン三沢、チャレンジャー小橋、共にニュートラルコーナーを背にしています。さあ三沢体勢を伺っている、助走距離は十分だ、ラリアット、小橋ラリアット、しかし両者相打ちの体勢、二人がマットに沈んでいます。ラリアット体勢は相打ち、先に体を起こすのはさあどちらだ、小橋のラリアット、満を持しての助走距離、しかし体勢は結局は相打ち、あとはもう気力の勝負。三沢が立ち上がった、エルボー、小橋は毛先にかわしていった、ラリアットをかわして、さあ待って待って待って、ダブルアームスープレックスオーバー、さあ行くか、エルボー、ローリングエルボー、さあフルネルソンスープレックスからローリングエルボー、三沢がチャンピオンが、エースが決めに来るか、タイガードライバー、さあリングの中央叩きに行った、あーっと小橋も返す、小橋も返す、全日本プロレスの歴史と伝統、その看板を背負っての勝負三冠戦、三沢はぐーっとチャレンジャーの小橋を見据えている、走っていった、エルボー、助走は十分、さあ構えないか、小橋の意地、三沢を超えという小橋の意地、その意地だけが小橋の肩を上げさせています。エルボーカット、ローリング、しかしこれは肩口だ、首筋、ローリングエルボー、ラリアット、ラリアット、さあチャンピオンか、チャンピオンが押している、どうだ、カウント、ツーで返したチャンピオン、今の小橋のラリアットのタイミングは良かったんですがね、はい、小橋はここでもう一つ握っている、右腕をその力拳を確かめて
飛ばし、あーっとストラックのダニエルボー手下げり、あとカウンターのエルボー、ローリングエルボー、もうすでに何回こういった攻防が見られたことでありましょうか。しかしその度にチャンピオン、そしてチャレンジャー共に意地を見せて返しています。もうこの勝負を決めるその一手というのはないような気さえいたします。おっと三沢のおかぶを奪う回転式のかかと落とし、今小橋がその右太ももをちょっと気にしながら、しかし意地で持っていきました。チャンピオン三沢を超えるにはありとあらゆる手段を使わなければいけません。チャレンジャー小橋、おっとエルボー、エルボー膝から落ちた小橋、カバーに入る、これで決まるのか、どうだ、カウントが進んでいった、おっとカウント2、小橋本能が、レスラーとしての本能が小橋の肩を上げています。ズバッと入った三沢のエルボー、さあ、おっとタイガードライバーの体勢に三沢が入ろうというところ、さあ、抱えられていくのか、さあ、これが最後の技になるのか、満を持して三沢が放っていった、タイガードライバー91、タイガードライバー91、大阪の夜がよみがえります。カバーに入った三沢、6度目の防衛に成功、タイガースープレックス85、そして最後はタイガードライバー91、あの何話の夜がよみがえりました。30周年への向けてのその全日本マットのエースは三沢に決定いたしました。リングの中央、両者大の字、死闘という言葉はあまりにもありふれておりますが、しかしその2人はその言葉をも超えてしまう凄まじい試合を展開いたしました。チャンピオン三沢光晴が6度目の防衛に成功です。この状態勝ったのは三沢、しかし勝者がどちらかはわからない、それほどに両者は消耗しきっています。それにしても最後本当にもうどちらが勝ってもおかしくない展開でした。まあ、そうですね、まあ、小橋がねやっぱりラリアット一発してからね、やっぱ2発3発とやればチャンスがあったかもしれないですね。試合この勝負タイムは32分55秒、三沢が小橋を抑え込んでいます。三冠選手権30分を超える激闘になりました。全日本プロレスが今見せることのできる最高のカードは極上の試合内容、三沢がチャンピオンが6度目の防衛に成功しています。くしくも25年前、同じ日10月21日に旗揚げしました全日本プロレス、四半世紀の時を刻んだこの団体、今この三沢と小橋が全日本プロレスで最高の試合を展開してまいりました。馬場さん、これで25周年という区切りは一つつきました。この後全日本マットがどう展開していくのか非常に楽しみですね。そうですね、やっぱりねこの三沢、小橋ね、川田、田上、これにあとその秋山が出てくるでしょうし、大森も出てくるでしょうし、本田も出てくるでしょうし、あとこのまた新しいスターがねどんどん出て来なきゃいけませんね。そして今日のこの試合を見て改めてチャンピオン三沢の壁というのは熱いですね。そうですね、そのやっぱり自覚ですね本人は。ベルトを防衛したのはチャンピオンの三沢、しかしこの両者に関しまして今勝敗どちらが勝ったどちらが負けたというものはありません。三沢の腰に再び金色に輝く3本のベルトが戻ります。ご覧のようにリングには20、30、40、50とファンが群がってまいりました。三沢そしてこの小橋の三冠戦に寄ったファンがこのリング鉄柵すれすれまで歩み寄ってまいりました。場内は全日本コールに包まれ、リングの中では今チャ
チャンピオンの三沢、チャレンジャーの小橋ががっちりと握手を交わしました。通常この後勝利者インタビューが行われるというのが慣例ではありますが、この両者の激闘ご覧のような状態です。とてもリングの中央立ってインタビューを受けられるような状態ではありません。チャンピオンの三沢が一足早く控え室に戻ります。三沢が結局6度目の防衛に成功、3本のベルトが再び三沢の腰に戻りました。